ようやくカーテンが届きました。ニトリのカーテン
の苦労になる。自分の嫌いの家事なんですね。なんかこの前でお話しするとなんかこうあれ番組みたいになりますね。プチ、純オーダーカーテンの、あのニトリさんってあのニトリ の, あのセミオーダーカーテンって安いんですよね。あの窓が 1,2,3,4,5,6,7 7箇所あのカーテンあるんですけど、全部二重カーテンです。この二重カーテンで、このレールも入れて、レールも入れて10万円しませんでしたから、5万とは言いませんけど、全部10万以内だと思います。もう安いと思います、うん、あのセミオーダーカーテンにしては、うん、ということで、前ときっちり合わせるのは本当にいいと思うね。ここら辺はケチなことでとか、うん、なのでうち、に遊びに来る人はタバコは吸えません。はい、それとあのなんだっけ、食卓の上で換気扇の役割もしてくれる、あれちょっとつけたのかな、この間テレビでやってたんですけど、商品名がわからないんですよね。匂いませんなんだっけ、あれ優れものだなと思いました。焼肉とかね、なんかとにかくそう、スモークされたくないもの、あのだから焼肉とか、とにかく、うん、鉄板料理というかホットプレート料理が惜しげもなくできるんですよね。それがこう、それをつけたいなと思いました。耳が出るんだっけ、商品名は分からないということで、一応カーテンがつきました。